本日は仏教の開祖であるお釈迦様の前世での行いについて語っていきたいと思います。釈迦族の王子として生まれて、後に仏教を開いたお釈迦様ですが、そんなお釈迦様も人会や畜生会などあらゆる生まれ変わりを経て、 お釈迦様としてお生まれになったというわけです。では、その前世というものはどんなものだったのか話していきたいと思います。まずは、写真思考という、 お話です。これはお釈迦様がある国の王子として生まれた時のお話です。子供を連れてしかし獲物が取れず飢えてその子供にお乳を与えることができないハートらがいました。 その母虎を不憫に思った王子はなんと自らの着物を脱ぎ捨ててその母虎にその身を食べさせて虎の命を救いそして小虎の命も救ったというお話です。 そしてもう一つ有名なお話がゲットというお話です。お釈迦様がウサギに生まれた時のお話です。キツネとサルとウサギはいつも善行をしてもっと良い存在に生まれ変わりたいとそういう話を いいつもていまししてまたそこへ老人に化けた帝釈天という神様が通りかかり倒れましたこの帝釈天という神様は日本でいうと葛飾柴又で有名ですね でこの大釈天はこの3匹の動物たちに良い行いをさせてやろう、そう思って生き倒れの老人に化けたわけです。狐は魚を取ってきて老人に与えました。猿は木の実を取ってきて老人に与えました。 しかし何の能力もないウサギは悩んだあげくに自らの体を火の中に投じてその肉を老人に与えましたそのウサギのリタの心に 感心した大尺天はその姿を月に映しました。これが日本でもよく,よく言われる月のうさぎの由来になります。以上、本日は仏教の開祖、お釈迦様、前世も偉大だった。 というお話でした。